ロベルト・カルバリエス・バイナは、スペイン・テネリフェ島出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス72位。ATP ツアーで、シングルスで1勝を挙げている。身長180センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。カナリア諸島のテネリフェ島出身。ITF 男子サーキットでは6大会で、優勝している。 ATP チャレンジャーツアーでは9大会で優勝している。2011年全仏オープン男子ジュニアシングルス部門には第5シードとして出場してベスト4となった。準決勝では最終的に優勝するマテデリッチに敗れた。同大会の男子ジュニアダブルス部門ではアンドレス・アルトゥニエードと組んで出場し第4シードから優勝した。決勝ではミッチェル・クルーガー シェーン・ヴィンセント組をタイブレークの末に破っている。2014年のハサン2000グランプリでは予選を勝ち上がると1回戦ではダビド・ゴフィンを破り、2回戦では第5シードのジョアン・ソーザを破り、準々決勝ではアンドレー・クズネツォフを破って準決勝に進出したが、準決勝では同大会で優勝したギレルモガルシア・ロペストの同国対決に破れた。 2018年2月には250シリーズのエクアドルオープンで優勝し ATP ワールドツアー初優勝を飾った予選から勝ち上がったバエナは2回戦で第4シードのパオロ・ロレンツェを破ると準々決勝では第8シードのニコラス・ハリーを破り準決勝ではアンドレマルティンを破り決勝ではアルベルト・ラモスイコール・ビノラスを破っているエクアドルオープン後には 世界ランキングが、自己最高の72位となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。